番大きな声でマヨって叫んでください。マヨマヨお酒、知らない？お酒わかんない。あれ？熊本生まれのお酒。マシュガ！森崎ワングランプリ！今回の企画はですね、私のことを一番よく知っているメンバーを決めたいと思います。はい。ということで、自信はありますか？私もね、結構さあちゃんとお泊まりとかをよくしているので、多分さあちゃんのこと一番知ってるなって思います。私は一番多分よく一緒にいる時間が長いと思うので、さあちゃんと絶対ナンバーワン取ります。聞こえますか？私が一番知ってるもんねって言ってください。さあちゃんの感性は分かってるな。頑張ります。でも私が一番知ってるもん。最高。はい、ということで自信のほどはあるということで企画に参りたいと思います。問題に行きます。はい、はい、私の生年月日は、おー聞こえる？2007年に4月24日って書いて発表した後に、あ、間違えて私の生年月日言っちゃったって言って待って難しい、ちょっと、そこら辺にあるのに、さすがにわかるよって言ってください。さすがにわかるよ、これは。さすがにね、私のこと何歳だと思ってるの？では、はるちゃんから。はい、2000年の1月23日です。おー、2004年の9月27日です。正解は2005年の1月16日。うわ、惜しかったって。うわ、惜しかった。でも2000年そう、5歳も上いっちゃったね。1問目から外されるとちょっと心配ですね。本当めっちゃ好きよ。めっちゃ好きなんだけど、忘れちゃってた。そうだね。じゃあ2問目、好きな食べ物は。食べ物、食べ物。ボードいっぱいにもうはみ出すぐらい、マヨってめっちゃでっかく書いて、もうはみ出してるぐらい、読めんぐらい大きな文字でマヨって書いてください。で、発表するときに一番大きな声でマヨって叫んでください。頑張れ。グッチもう立ち上がって、もう本当に大きな声で、もうボードも活用しながらマヨって言ってください。じゃあ、いいですか？はい。じゃあ、はんちゃんから。はい。納豆です。あー。朝一緒に。納豆なの？確かに。食べてるイメージがある。はい、納豆食べてるから。りっちゃん、じゃあ。りっちゃん家は、キッコーマンの豆乳。いつもね、飲んでる気がするから。確かに。確かに。私は、マヨ！マヨ？マヨです。マヨ？マヨ。あ、マヨ？あ、マヨ！マヨ好きだよ。最高、よく言えたよ。はい、ちょっと何を気がするんだけどな。じゃあ正解に参ります。私はチョコ系が好きでございます。うわー、そっち系だよ。すごい広いな、系優しく入ってる。チョコ系だね。でも私アンケートには2個目にキッコーマン豆乳で書いてました。じゃあちょっと、じゃあ 0.5 ポイント。世界征服。そうだ、私今世界征服。おー、ち世界征服。すごい、望んでない50歳とか。あ、間違えた。最高。え、
人のかかとをじっくり眺めること。私は人のかかとを眺めること。かかと、そんなことしてるの？してるかな。ネックピロー。何それ聞いたのに。第5問、ペットを飼うなら何？熊本生まれの土佐犬って書いて発表するときに、なんかちょっとリズミカルに、なんか熊本県産の土佐犬みたいな感じで、ちょっとボードをちょっとこう裏返すときにちょっとこうリズムをつけながらやってください。あ、いきます。熊本生まれの土佐犬。土佐犬知らない？土佐犬わかんない。あれ、熊本生まれの土佐犬っていう、あのちっちゃいね、動物いるんだけど、かわいいやん。熊本生まれやから、熊本生まれの土佐犬がいいかなって思って。マシが、ちょっと私めの絶対わかるやつ。でも結構この曲好きって言ってる曲があるんですけど、 HKT48 で好きな曲。もうちっちゃい文字で全部書いていこう。メロンジュース、早送りカレンダー、君のことが好きやけん、大人列車、もう全部もうびっしりびっしり書こう。うわ、ちょっと難しいなって言って、ちょっと時間を稼いでください。難しくない？難しいんだけど、最後ぐらいはちゃんって難しいね。本当？私難しい。多分リちゃんも一緒だと思う。一緒かな。ハンちゃんからもう出してください。メイクノイズ。はい、次。悲しいメイクノイズ。次。合ってるかも。あれだじゃん。何？めちゃくちゃあるんだけど。これだ。正解は僕の思いがいつか虹になるので。今書き出そう。僕の思いが言ってたかも。何も入ってないって言って。これだけ書いておいて何もないな。あ、やっぱいや、なんか適当にあるの指さして、あったあった。え、あったよ。あった、これ。僕の思いがいつか虹になるまで。めっちゃ喜んだ。うわ、あった。僕たちは裏切った。勝った勝った。違います。よっしゃ、勝った。え、僕、え、ということで、もうこれから一人で過ごしていきたいと思います。難しい。やばい。残念でした。ということで、森崎ワングランプリは、リチャキでした。やったー。と言ってもね、と言っても、誰一人当てれてないんで。え、当てれてないってことは全員引き分けじゃないんですか？うん、でもちょこちょこ稼いだポイントね。ちょこちょこね、積み上げたね。積み重ねて。悔しい。OK でーす。みんな、なんか気になることとかありました？気になること？気になること？え、全部嘘だったとかですか？実は、一人だけ裏である人に吹き込まれて、それをずっと回答してました。え、誰？めっちゃ多い。え、違う、え、なんかイエーイということで、実は私がココちゃんにこの回答をしてくださいっていうのを全部吹き込んで、それを全部言ってもらっていました。そういうこと、なんかめっちゃ変だね。絶対わかったのね。私もね、左にこれつけてるの。あ、だから顔見えなくて、ずっと裏にいてもさ、たびたび空気が凍ってるのが伝わってきて、そう、よく頑張ったね。そう、違うと思ったりと思った。よかった。気合入ってるなと思って。バラエティ頑張ってたもん、ね、みたいなね。みんなと目合わせなかったよ。